リリコは日本のタレント、歌手、映画コメンテーター、プロレスラーである。所属事務所はプランチャイム。旧芸名はリリコ。スウェーデンストックホルム出身。夫は歌謡グループ純列のメンバーで俳優の大大良平。父親はスウェーデン人で母親が日本人。弟がいる。スウェーデンではハーフということで壮絶ないじめを受けた。また、父と 母は喧嘩が絶えず、母はリリコを否定する言葉を投げつけるなど、家の中でも逃げ場はない状態であった。心の寄り所となったのは、幼少期より祖母が日本から送ってくれた小包に入っていたアイドル雑誌であり、その雑誌を読み、日本のレコードを聴いていくうちに歌手になりたいという夢を持つようになる。学生時代はコーラすぐに在籍。その後両親が、 離婚、18歳の時、祖母を頼り、単身で来日。母親の故郷で祖母が住んでいた東京都葛飾区、立石市に移住。当時は日本語がほぼ話せなかったというが、強い決意を持って来日。祖母とおじが経営していた、ライブ喫茶店舗兼住居に住んでいた。言葉は通じなかったが、祖母は孫に愛情を注いだ。19歳の時、 当時歌のレッスンを習っていた講師から勧められて、静岡県浜松市に転居。現地の芸能事務所で在籍していた演歌歌手の下で下積みを重ねる。21歳でマネージャーともう一人の歌手と独立。しかし後にその歌手は失踪。事務所は差し押さえに合い、26歳までの5年間、マネージャーと二人で車でのホームレス生活をしながら、 スナックや健康ランドなどを周り歌手として営業活動をしていた。1992年映画の主題歌で歌手デビュー。また、ヌードシーンも含む V シネマやロバの耳掃除などにセクシー路線で出演。28歳でマネージャーの元を離れ独立、中川翔子の母親が経営するショーパブで働きつつ、トヨタ自動車の販売系列である。 ネッツトヨタなどの CM ナレーターをしていた。ある雑誌のインタビューで、好きな映画を3本教えてくださいと言われ、映画を3本あげる。2001年にその記事を見た、TBS、王様のブランチのプロデューサーに、オーディションを受けないかと誘われて合格。その10日後から、王様のブランチに、映画コメンテーターとして、レギュラー出演。映画俳優へのインタビューをはじめ、トークイベント。 ナレーション、雑誌エッセイ執筆など、マルチタレントとして幅広く活躍。アニメ、サウスパークなどで声優としても活動。2018年4月2日、レギュラー出演している、ノンストップ。の生放送中に、当日ゲスト出演中の歌謡グループ順列の、メンバーで俳優の小田良平と2017年に、婚姻届を提出していたことを発表した。リリコは、 これが再婚である。全部との間にも子供はいない。2019年7月27日、リリコの故郷のスウェーデンストックホルムで挙式。結婚式の様子は、t b s 系、日立世界不思議発見のスウェーデン特集内でオンエアされた。2020年8月11日、整体の手術を受けたことを公表。翌12日、 転倒して、左室外骨を骨折。13日、手術を受ける。左室外骨に、ボルトと、ワイヤーで固定しての治療を行っていたが、2021年11月30日に、抜去手術を行ったことをブログを通じて報告した。2021年11月22日、テレビ朝日系、鉄子の部屋に出演。結婚後も健康保険証などの記載本名が、 レンネル・フォッシュ・アン・ソフィーだと明かす。2014年8月17日、DDT プロレスリングの開催する両国ピーター・パン2014、人生変えちゃう夏かもね。にて行われた、アイアンマンヘビーメタル級選手権、バトルロイヤルに、特別、リングアナとして参加。 試合後、バトルロイヤルを勝ち抜きアイアンマンベルトを保持していた、ゴージャスマツノがダウンしていたところをフォールス3カウント、同王座の第1009代王者となる。一行、ボディーガードとして、ベルナールアッカを連れ防衛を重ねるが、12月23日の DDT 後楽園大会にてヨシヒコに敗北。同王座から陥落。2015年6月28日。 DDT 高楽園大会に来場し、プロレスラーデビューを直訴。2015年8月23日、両国ピーターパン 2015DDT より愛を込めてで、プロレスデビュー。第2試合、時間差タッグバトルロイヤルに出場、宮武俊とタッグを組み、勝ち残っていた、アジャコング大石と組と対戦したが、宮武が、アジャに敗北。 2016年1月3日、DDT 後楽園大会にて、アイアンマン王座を保持していた赤い先を奇襲し、同王座を獲得。2016年3月21日、DDT 両国大会にて、梅田光太、渡瀬水希を引き連れ、赤い、大石真奈と、レディビアードと対戦。万字固めで大石から勝利。アイアンマン王座を防衛。2016年4月24日、 DDT 高楽園ホールにて赤い先に敗れ、アイアンマン王座から陥落。2016年5月29日、DDT 高楽園ホールにてスーパーササ団子マシンの保持するエクストリーム級王座に挑み、勝利し、同王座を退官。2017年8月20日、DDT プロレス、両国ピーターパン2017ピーターパン20歳になっても、ピーターパンにて初代。 コディ10人、タッグオーザーを獲得。他のパートナーは、大石マナトレディビアードスーパーササ団子マシン大ケケン。実写映画用が吹き替え海外アニメ劇場版、アニメハットエビー、リリコが結婚順列のお題と番組で生発表。デイリースポーツ。 https://www.daily.co.jp/.go ship/.2018/.04/.02/.0011125674.shtml2018 年4月2日閲覧リリコ母との壮絶人生を激白。デイリースポーツオンライン2021年6月1日閲覧。ab リリコさん、嫌なこと受け流し、隙見つけて、ストップ自殺しんどい君へ。読売新聞。https、www、読売 COJP、教育、教育、ストップ01、インタビュー、2020万 7038-1T5 万180、2020年7月4日、閲覧。abc、手探り、体当たりの出世術 映画コメンテーターリリコさんの開花。MSN ドニッチ。会話のプロ大原鶴見のニュースドラマに隠された、ごぼう抜きの出世術第55回。2014年9月7日受点のオリジナルより、アーカイブ。2020年8月12日閲覧。AB、葛飾、観光大使特集かつ丸ガイド、水元公園、堀切勝負園。 芝又大社区などの葛飾区観光サイト、葛飾丸ごとガイド。葛丸ガイド、水本公園、堀切勝負園、芝又大社区などの葛飾区観光サイト、葛飾丸ごとガイド。2021年1月21日閲覧。葛飾、観光大使に、リリコ3人名式で、地元アピール名詞示よ。葛飾経済新聞。 2021年1月21日閲覧。どんよくすぎるリリコの才能人は苦難を、どこまで受け入れられるのか。シンラ、ネット。2021年1月21日閲覧。リリコと、純烈、お大良平が結婚した、理由、40代で出会えたのは運命だった芸能、婦人コー .jp。婦人論 jp。2021年1月21日閲覧。 A.B. リリコと、純烈、小田良平が結婚した、理由、40代で出会えたのは運命だった芸能、婦人コ論ロン .jp。婦人コ論ロン。jp. 2021年1月21日閲覧。リリコ生体手術受ける、2日間、黙る、透き通る綺麗な声、ならないか。 デイリースポーツオンライン https コロンスラッシュスラッシュ www.daily.co.jp スラッシュゴシップスラッシュ2020スラッシュ08スラッシュ12スラッシュ 0013597011.shtml プイコール2020万8122020年8月12日閲覧ヤッホーイ赤色のハート リリー、コムパワードバイアメーバ、2020年8月12日、閲覧。AB、リリコ、転倒して、室外骨を骨折生態手術翌日の悲劇、目覚めたら、足が、まっすぐになってた。スパニッキーアネックス、https、www、スパニッキー COJP、エンターテインメント、ニュース、2020、08、14、記事。 2020万8 1 4 s 0 0 0 4日0 0 0 1 8 0 0 0 c h t m l 2 0 2 0年8月14日、閲覧。AB、おはよう、赤色のハート。リリー、コムパワードバイアメーバ、2020年8月14日、閲覧。骨折で、入院のリリコ、小田井良平との密着夫婦ショットで、退院報告。 大きな男が迎えに来てくれたワイヤー抜挙手術のため入院していたリリコさん。オトネトラボ。2021年12月3日閲覧。リリコ、七ボタメタル級王者に。デイリースポーツ。2015年1月4日閲覧。リリコがプロレスデビュー。デイリースポーツオンライン。2015年6月28日閲覧。リリコ。 プロレスデビュー戦で黒星、アジャコング組に破れる。オラカン、2015年8月24日閲覧。リリコが、股間投げを、両国国技館で披露し、新王者へ。バトルニュース2017年8月21日。ストックホルムビアロンドン2011年2月12日。ワールドエアカレント番組公式サイト。2014年9月7日閲覧。 ダウンタウン下町、アウディパッションドライバーズ番組公式サイト。2014年9月7日閲覧。ザリガニと、ひまわり22ページ、一番高い時給で雇った。苦境のリリコを救った、ショコタンの母が二人の出会い語る。エンタが、ビタミン。2014年9月7日閲覧。いいとも初出演のリリコを絶賛。一部では疑問を持つ、人も、 リバダーニューズ2014年9月7日閲覧ザリガニとひまわり29から30ページ2012年12月21日放送中井雅宏の金曜日のスマたちへ TV 出たら2014年9月7日閲覧2010年6月7日収録裏話関口博士の東京フレンドパーク2番組公式サイト 2014年9月7日閲覧。2014年5月21日。徹子の部屋。グーテレビ。2014年9月7日閲覧。リリコが明かす50歳目前の妊活。養子を迎える。選択肢も。ニュースポストセブン。 https://www.news-postseven.com コロンススララッッシシュュスラッシュアーカイブズスラッシュ 20200306546473HTML2020 年8月12日閲覧 h t t p s a m e b l o j p l i l i c o m e n t r y 1 2 6 3 7 4 4 9 1 8 9 h t m l f r m id コール cm メールマガジン ,l.r, 今井正幸が生前に手がけた脚本を、カビラ自衛主演で映画化、今井が残したメッセージも、映画なたリー、 2016年3月7日閲覧。アダムスファミリー吹き替えに、アンズ、生瀬勝久、ロバート秋山、リリコ、キービジュアルの必見。マイナビニュース。2020年7月8日閲覧。台湾アニメ、幸福路の地位吹き替えに、アンノマレヨノ、リリコ、高森夏美、沖浦慶次ら。映画ナタリー。2019年10月28日閲覧。映画、 サミーとシェリー七つの海の大冒険公式サイト。2014年8月21日閲覧。レートン教授と永遠の歌姫。メディア芸術データベース。2016年10月2日閲覧。リリコ、ベストセラー作家役を熱演。竹井咲主演ドラマにゲスト出演。 オラカンスタイル、https コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2076013スラッシュフルスラッシュ2016年8月1日閲覧セクシーゾーン中島武人が、腰バカザハナオ、アゴーギュイ、カノキレ、ポスタービジュアル新キャスト解禁。 オラカンニュース、オラカン ME、2021年6月16日、閲覧。中村ン奈の女子会に、渡辺健が乱入。オラカン、2015年4月6日閲覧。広告紹介、サントリープレシャス。サントリー。2015年4月6日閲覧。こんがり焼けるとろけるスライス新 TVCM 平成27年10月10日より、オンエア。 雪印メグミルク株式会社、https コロンスラッシュスラッシュ www.atpres.ne.jp s スラッシュニューススラッシュ763032020年8月12日閲覧。小屋経たら、私のホストちゃん VR で接客、リリコ、幸せってお金で買えるのね。ステージナタリー。 https://nataly.mu/.stage/.news/.2588002018 年1月26日閲覧。ありがとうございます。